デビッド・アラン・リゲッティは、アメリカ合衆国カリフォルニア州3のゼ出身の、元プロ野球選手、野球指導者。左投げ左打。相性はアラグス。先発投手として、ノーヒットのオーラムを達成し、救援投手として、リーグの西武王に輝いた最初の投手。通算252セーブ。1977年1月の MLB ドラフト1巡目で、 テキサスレンジャーズから指名され入団するが、メジャー昇格することなく1978年11月10日に5対5の交換トレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。当初は先発投手で1979年9月16日に背番号56のユニフォームでメジャー初登板、初先発を果たす。1980年は再びマイナーに降格し、 メジャーでの登板はなかったが、1981年には、セ番ン号、19となる。これは1994年途中に、トロントブルージェイズに移籍するまでは、チームを変えても変わらなかった。その1981年は50日間に及ぶ、ストライキのためシーズンが中断、短縮されたが、15試合に登板して8勝4敗、防御率2.05の成績を上げ、 アリーグ新人王に選ばれた。チームもワールドシリーズに進出。ロサンゼルスドジャースとのシリーズ第3戦に先発したが、論政に3ンを打たれ2回0、3で降板。これがリゲッティにとって最初で最後のワールドシリーズでの登板となってしまった。1982年は11勝10敗。1983年はアメリカ独立記念日にあたる7月4日の ボストン・レッドソックス戦でノーヒットノーランを達成し、この年14勝8敗を挙げる。ノーヒットノーランは、ヤンキースの投手としては1956年のワールドシリーズでドンラー戦が完全試合を達成して、以来27年ぶりで、サワン投手に限れば1917年以来66年ぶりの快挙となった。その年のオフにリリーフエースのリッチ・ゴセージが、 サンディエゴパドレスに移籍したため、1984年にはリリーフに転向。早速31セーブを挙げると、以後7年間平均32セーブを挙げて、リーグを代表するクローザーの一人となった。特に1986年には、シーズン最終戦となった10月4日の、レッドソックスとのダブルヘッダーの両試合でセーブをマークして、メジャー新記録の46セーブもを記録。 ダンクイゼンベリーとブルース・スーターが持っていた45を更新した。また、同年はオールスターにも初選出された。ノーヒットノーランを達成し、リーグの西武になった最初の投手にもなった。翌1987年もオールスターに出場し、2年連続で最優秀救援投手に選ばれた。1990年オフに FA で、 故郷3のゼに近いサンフランシスコジャイアンツと契約。遺跡初年度の1991年には、メジャーのサワン投手の通算最多セーブ記録を更新したが、年間を通じて24セーブに終わり、1992年以後は中継ぎに降格となった。1993年限りでジャイアンツを解雇されると、サンフランシスコの対岸、オークランドのアスレチックスと契約。 しかし1994年開幕から7試合の当番で防御率16.71の散々な成績で途中で解雇されトロントブルージェイズへ移籍しさた。ここでは背番号19は後にアメリカ野球殿堂入りするポールモリターがつけていたため背番号24をつける。シーズン終了後再び解雇され翌1996年の スプリングトレーニング中にホワイトソックスと契約。背番号は45となった。ここでは主に先発投手として起用されたが3勝2敗の成績に終わり、シーズン終了後に解雇。現役続行を志したが契約するチームはなく、この年限りで現役を引退した。通算252セーブのうち224セーブはアリーグで記録。 これは現在でも、サワン投手のリーグ記録である。1987年オフに、外国人投手の獲得を進めていた、読売ジャイアンツが興味を持っているとの報道もあった。結局この時巨人が獲得したのは、ビルガリクソンであった。引退後は2000年から18年間ジャイアンツの投手コーチを務め、2017年シーズン終了後からは、フロントへ移動する。ありがとうございます。